三越広島三越、大規模小売店舗を設置するものの、看板株式会社広島三越は、広島県広島市中区の百貨店。旧三越の地方市会社の一つで、現在は、三越伊勢丹ホールディングスの完全子会社である。1973年4月8日に、三越広島店として開店した。これにより三越は、 広島市中心部に進出した初の全国区の百貨店となった。この場所には1969年まで中国新聞社の本社が置かれていた。その経緯により現在でも建物は中国新聞社の関連会社の中国新聞文化事業者が所有し管理している。また建物の名称は中国新聞文化事業者ビルである。 売り場面積は15,851平方メートル、地上8階、地下1階建てである。開店当初の売り場面積は約8,700平方メートルだったが、1975年6月1日には約12,000平方メートルに増床が行われた。三越の寝室で、広島地区は百貨店激戦区になり、三越開店の前月には、 天馬や広島店の大改装、翌年1974年10月10日には、神谷町地区に、広島総合が出店している。また、広島三越の1974年の2回目になる、増章時には、広島総合、福谷八丁堀本店、天馬や八丁堀店も同時に増章を行っている。 立地環境としては、林地に、天馬や八丁堀ビルが、中央通りを挟んで、福谷八丁堀本店が立地し、すべて恵比寿通り商店街に面している。天馬や八丁堀ビルとは、非常事用の避難通路が屋上でつながっている。三越の親会社である、三越伊勢丹ホールディングスの地方店舗分社化に、伴い、2010年4月1日をもって、 株式会社広島三越として分社化された。2016年11月8日の三越伊勢丹ホールディングスの記者会見にて伊勢丹松戸店、伊勢丹府中店、松山三越とともに売り場面積縮小や他社との提携、業態転換などを検討されていることが明らかになった。前述の通り近隣の百貨店と長らく競合関係にあったが、 売上高では、そご広島店や福屋八丁堀本店、福屋広島駅前店の後人を廃していた。2012年3月には、天間や八丁堀店が閉店しており、当店も建物全体を完全閉鎖するわけではなく、売り場面積の縮小、専門店ビルへの転換、他企業への譲渡などを検討するとしている。ありがとうございます。